新着探しだより。こんにちは、まほろです。今日も探しのイベントや取り組みなど皆様に役立つ情報をお届けします。2020年といえば東京オリンピックが決まりましたね。この記念すべき2020年は男女共同参画社会の推進においても202030という目標の年でもあるんですよ。今日は男女共同参画研修会のお知らせです。202030とは、男女共同参画社会の実現に向け、社会のあらゆる分野において2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも 30% 程度にしようとした国の目標のことです。その取り組みの一環として、佐賀市では男女共同参画研修会を行います。テーマは職場における男女共同参画202030の実現に向けて。講師は福岡県男女共同参画審議会委員として活躍中の中島玲子さんです。中島さんは平成14年に九州初の女性の町長として活躍されました。日時は10月17日木曜日、午後2時から午後4時まで。場所はエスプラッツホール。参加費は無料、定員は200名です。お申し込み、お問い合わせは佐賀市企画調整部男女共同参画課、電話0952-40-7014、ファックス0952-29-2095まで。2020年って遠いようで意外にもうすぐ。みんなで女性も男性ももっと活躍できる社会にしていきましょう。以上、新着探しだよりでした。